どうもこんにちは沖田博美です、えー、今、私は、えー、鶴ヶ島市の KZ 天沼という、えー、私も、えー、お手伝いさせていただいている、えー、ギター教室にお邪魔しております。えー、こちらはですね、えー、と住所は、えー、埼玉県鶴ヶ島市松が丘1の14の6という場所にあります。えー、とこちらははですね日中は えーまあ、生まれつきちょっとお体の不自由なお子さんたちをお預かりして、えー、自立支援のための、えーまあ、教育とかそういうサポートをしている会社ですで、えーまあ、空き時間を利用して我々が、えー、天沼和明先生と私沖田弘夢が、えー、共同で、まあ、あのギターを教えているという、えー、ことでございますですねで、まあ、システムとしては、まあ、1時間 えー、2000円からということでやっておりますが、えー、例えば、まあ、休み期間中とかね、あのーまあ、2, 人から2人からだと,2人だと1人1500円で3人以降は1人1000円ということで大変団体の方が、ね、ちょっとお得になってますんで。 ぜひね、ご連絡をいただければ嬉しいなということで生徒大募集ということで、まあ、こちらをご覧ください、これね、ギターエレキギター、ねこれね、アンプを使って弾くギターでございますねで、この辺がアコースティックギター、これはもうあのアンプなしでも弾けるというで、こちらでも結構高価なエレキギターが飾ってありますね、これも貸し出し、もう本当無料ですのであの、手ぶらで来ていただいても全然楽しめますのであの、まだギターを持ってないぞとかいう方は、 とりあえずまあ、ギターをお貸ししますのでこちらの教室で、えー、ぜひちょっとあの気軽に、まあ、ミニギターとかもありますのでお子さんでもねあのー、自由に楽しむことができると思いますのでぜひ、ね、まず気軽にまあ、あのー、リンクとかをあの連絡先は後ほどちょっと貼ってお知らせいたしますのでそちらにまずお電話をまず、ポチっとね気軽に。 えー、沖田ひろむって何歳ですかとか、そういうね、適当な <laughs> 質問でも構いませんので、あ気軽にちょっと電話していただければと、まあ、これ、まああのー、日中のね、えー、お子さんたちの教育に使ってるね、こういろいろ、えー、手話ですかね、手話で使ってますね、いろんなボランティアの活動にも力を入れてますんでですね、まあえー、そういう方々ももしね、あのーえー、ご要望がございましたら、お問い合わせいただければと思います。ということで、沖田ひろむでした。 またお会いしましょう。連絡お待ちしております。